本日も切り抜き動画のご視聴ありがとうございます。本要約チャンネルの武見です。今回は宗田哲夫先生が書かれたケトン体こそ人類史上最強の薬であるという本の解説動画より、無敵のケトン体質を実現する上手な糖質制限のやり方という部分をピックアップしてご紹介していきます。さて、糖質制限というのは体に良いものであるとよく世間で言われているわけですが、実は多くの人は間違った糖質制限をやってしまっております。今回の動画を見れば、正しい糖質制限、そして続けやすいより効果的な糖質制限を知ることができるので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは切り抜き動画スタートです。さて、体にブドウ糖が不足すると蓄積されている脂肪を燃焼するケトン体が出てきます。このケトン体は肝臓で脂肪酸から作られる正常な代謝産物であり、各組織でエネルギー源として利用されることが明らかになっているものなんです。例えば1967年には絶食時や飢餓時に脳のエネルギー源としてブドウ糖に代わりケトン体が使用されることも分かってきました。そしてこのケトン体というのは非常にパワフルで持ちの良いエネルギー源であります。糖質を制限すればメインのエネルギーは脂質になります。脂質を燃やすケトン体が出てくる体になれば、食事中も脂肪が分解されエネルギーをどんどん消費していってくれます。糖質を取らなければ血糖値は上がらず、インスリンも分泌されませんから、余計に脂肪を溜め込むことはなく、ぽっちゃり体型はみるみるスリムになり、太りにくく痩せやすい体質へと変わり、長期的なダイエット効果が得られます。さらにケトン体はダイエット効果だけでなく、ケトン体エネルギーで生きることは糖尿病や認知症の症状改善や予防効果があると期待されております。さらに糖質を抑えてケトン体を出していると血糖値が下がって眠気に襲われたり、やる気がなくなったりといったことも起こりません。お昼ご飯の後の睡魔が辛くて仕事になりませんという人はブドウ糖エネルギーを使っている証拠です。血糖値の乱高下によって集中力も妨げられ、生産性も低下していきます。著者自身、糖質制限を始めてから朝が辛くて起きられないことも、日中眠くなることも一切なくなったそうです。血糖値の変動がないので気分の変動も穏やかで、イライラしたり不安になることもほとんどなく、メンタルにも非常に良いと言えるでしょう。そしてこのケトン体には非常に嬉しいことに、炎症を抑えてくれる抗炎症作用、そして老化を抑えてくれる抗老化作用、また体の酸化ダメージを防いでくれる抗酸化作用なども確認されているんです。炎症や酸化ダメージといったものは老化やさまざまな病気の原因になりますので、これらを防いでくれるケトン体がいかに体にいいのかということは簡単に想像できるかと思います。さて、ケトン体のメリットを説明するのはこれぐらいにして、どうすれば私たちはケトン体質になれるのかというお話をしていきましょう。それはつまり糖質制限であります。血糖値を上げるのは糖質だけという理論を基本に、できるだけ糖質を控えて食後の血糖値の上昇を防ぐことが重要です。糖質制限はご飯やパンなど主食を抜いておかずをたっぷり食べるというイメージです。ただし中には間違った糖質制限のやり方がはびこっていて、間違ったやり方で糖質制限をしてしまっている人が結構いるんです。ケトン体質を実現して糖質制限から最大限のメリットを引き出すためには、正しくうまい糖質制限のやり方をしっかりと身につける必要があります。というわけで、ここからは具体的にね、無敵のケトン体質を実現する上手な糖質制限のやり方を解説していきます。ポイントは次の5つになります。ポイント1、糖質制限の3パターンを理解する。ポイント2、主食を別の食材に置き換える。ポイント3、動物性タンパク質と良質な脂質をたっぷり摂取する。ポイント4、アボカドとナッツ類を活用する。
ポイント5、生クリームをふんだんに活用する。この5ポイントが無敵のケトン体質を実現する上手な糖質制限のやり方になります。これまで糖質制限をやってみたものの辛くて失敗してしまったという人もいるでしょう。そんな人はぜひこの正しい5ポイントを押さえてもう一度トライしてみてください。おそらくこれまでよりもはるかに楽に糖質制限が実行できると思うんです。ではそれぞれ具体的に一つずつ取り上げて解説していきたいと思います。まずは一つ目の上手な糖質制限のやり方のポイント、糖質制限の3パターンを理解するから解説をスタートしていきましょう。さてケトン体質になるためには糖質制限を行うことが必要なんだよと申し上げました。では具体的にどれぐらい糖質を抑えればいいのでしょうか。糖質制限には1プチ糖質制限、2スタンダード糖質制限、3スーパー糖質制限、この3つのパターンがあります。プチ糖質制限は1日3食のうち1食だけを糖質オフにするという方法です。特に夕食の1食だけを糖質オフにするのが効果的な方法です。そしてスタンダード糖質制限では3食のうち2食を主食抜きにします。そしてスーパー糖質制限では3食すべてにおいて主食をカットしてもらいます。このように糖質制限にも3パターンがあって、今より痩せたい、健康で綺麗でありたいという人は穏やかな糖質制限で問題ないでしょう。しかし肥満の方や糖尿病で薬を使いたくない、うつや認知症、がんなどの疾患を抱えている方、予防を本格的に考えたいよという方はスーパー糖質制限を考えてみても良いでしょう。3食とも主食を抜いたらそんなのフラフラになってしまうんじゃないのとか、体力が落ちてしまいませんかと考える人がいます。確かにそうなってしまう人もいるんです。でもそれは間違った糖質制限をしているからです。そうなってしまうのはいつもの食事から主食を抜いただけで、その分のエネルギーを脂質やタンパク質から補っていないからであります。糖質をカットしても脂質やタンパク質をしっかりと摂取していればケトン体質によってパワフルになっていくのが感じられるでしょう。寝起きも良く疲れにくくなったとか、集中力が高まるなどの精神での安定も実感できるはずです。これまで3食ご飯とかパンなどの主食を食べていた人がいきなりスーパー糖質制限をするとハードルが高くて続かない恐れがあります。もちろんできる人はいきなりやってもいいと思いますが、なかなか大変でしょうから、最初はプチ糖質制限を行って夕食だけ主食をカットしてみることから始めてみるのがよろしいのではないでしょうか。そして慣れてきて糖質制限によって集中力が伸びたとか、眠たくなくなったとか、疲れにくくなった、体調が良くなったという効果を自らの体で感じられれば、自然ともっと糖質をカットしようというモチベーションが高まるかと思います。大切なのは継続することですから、いきなり無理をしすぎないようにしてください。これまで何も糖質制限をやったことなかったという人、まずはプチ糖質制限から始めてみると良いでしょう。それでは次2つ目の上手な糖質制限のやり方のポイント、主食を別の食材に置き換えるについて解説します。さて糖質制限を始めて主食をカットした人はご飯がないと落ち着きませんとか、ご飯がないとおかずが進みませんと寂しいと感じる人いるでしょう。そんな方は主食を別の食材に置き換えるという方法が非常に効果的です。著者がおすすめしているのはご飯を豆腐に置き換えるという方法になります。豆腐は白くておかずの味を引き立てるあの淡白な味はご飯に似ていて、心理的にも安心できる効果があります。それでいて豆腐にはタンパク質と脂質が含まれ、カルシウムやビタミン E も豊富な優秀な食材なんです。ご飯を冷ややっこに変えるだけで手軽に糖質をカットできますので非常におすすめです。温かいものが欲しければ湯豆腐にして召し上がると良いでしょう。また豆腐はアレンジしやすいというのもおすすめのポイントになります。しっかり水切りした木綿豆腐を使えばご飯の代わりに調理できます。
例えば細かく砕いた豆腐を野菜やひき肉とともに炒める豆腐チャーハンといった風に、まるでご飯のように豆腐を調理に使うことができます。ちなみに牛丼屋のすき家にはご飯の代わりに豆腐を使った牛丼ライトというメニューがあって、牛丼気分で糖質オフができます。食べてみればわかりますが、丼物のご飯を豆腐に置き換えても結構美味しいですから、この方法もおすすめになります。さらに主食の小麦粉を大豆粉に置き換えるという糖質制限方法もあります。大豆粉ならば揚げ物の衣としても使えますし、大豆粉を使った大豆パスタという食品もあります。この大豆パスタなんかは麺類が大好きだという人にとって非常に心強い味方となってくれるでしょう。大豆パスタを今までの麺に置き換えるだけで、メニューをほとんど変えずに糖質制限を行いながら毎日の食事を楽しむことができます。またこうやって大豆粉を小麦粉の代わりに使えば、グルテンも回避することができますので、おすすめになります。また少しおやつが食べたいなと思ったら、大豆粉を使ったクッキーなどがおすすめになります。どうでしょうか。主食の米やパンを完全にカットすると、なかなか糖質制限のハードルが高く厳しいと感じる人も多いかもしれませんが、こうやって上手に主食を別のものに置き換えることで、糖質制限を続けられる確率が大幅に高まると思うので、これは非常にうまいやり方と言えるでしょう。また個人的には主食をカリフラワーライスにするというのもね、おすすめでありますよ。今画面にカリフラワーライスを表示しておりますが、どうでしょうか。かなりね、白米に似たルックスをしておりますよね。これならば白米の代わりに置き換えたとしてもあまり違和感がないかと思うのです。もちろん最初はね、違和感あるでしょうけど、慣れてくれば、おお、意外と全然カリフラワーライスでも大丈夫じゃないかということに気づけると思います。カリフラワーライスは茶碗1杯 150g あたり、なんと糖質がたったの 3.5g しか含まれておりません。ちなみに白米は茶碗1杯 150g あたり約 55g の糖質が含まれております。このように比べてみると、カリフラワーライスの圧倒的な糖質の少なさがよくわかるかと思います。白米に比べて圧倒的に糖質が少ないですから、ダイエット効果もあるし、そもそもカリフラワーという食材自体がめちゃくちゃ健康に良いものですから、カリフラワーライスは糖質制限もできて、さらに栄養たっぷりという、まさに一石二鳥の食材なんです。というわけで、今画面に表示している画像のようにね、カレーのライスをカリフラワーライスに置き換えたりすることで、糖質制限をしながらカレーを食べることだってできます。さてどうでしょうか。見た目的にもね、白米と近くて全然違和感もありませんし、最初は多少物足りなくても慣れてくれば白米の代わりとして美味しくいただけるようになるでしょう。また丼物のご飯もカリフラワーライスに置き換えるとか、カリフラワーを炒めてチャーハンのように召し上がったりなどと、白米の代わりにカリフラワーライスを使うことによって、糖質制限をしているからと諦めていた多くのメニューを食べることができます。カリフラワーライスの作り方はとても簡単で、カリフラワーを包丁で刻んだり、おろし金を使ってすりおろしたり、フードプロセッサーを使ってご飯粒サイズに細かく刻みます。あとはご飯粒サイズに刻んだカリフラワーを中火で少量の油を使って軽く炒めてあげたり、軽く茹でたり、ラップをして電子レンジで加熱をしたりして食べやすくするだけで OK です。これだけで素晴らしくヘルシーなカリフラワーライスの出来上がりであります。また自分で作るのがめんどくさいよという人は、最近では冷凍のカリフラワーライスが市販されていますから、それを購入するのも良いでしょう。さていかがでしたでしょうか。ここまで述べてきたように、ご飯やパンなどの主食を豆腐や大豆粉やカリフラワーライスに置き換えることによって、圧倒的に糖質制限がこれまでよりも楽にこなせると思うので、ぜひ取り入れてみてください。またご飯の代わりに糖質の低い葉物野菜を活用したり、もやしを活用したり、こんにゃくを活用するのも良いでしょう。こんにゃくを
パスタ状に加工したこんにゃくパスタは市販されておりますので、早速食卓に取り入れてみてはいかがでしょうか。こんにゃくパスタならば大好きなパスタを諦める必要もありません。それでは次、3つ目の上手な糖質制限のやり方のポイント、動物性タンパク質と脂質をたっぷり摂取するについて解説していきたいと思います。さて、糖質制限をしましょうというと、単に主食だけをカットしてタンパク質や脂質をあまり食べない人がいます。これは間違った糖質制限になります。主食をカットした分はしっかりとタンパク質と脂質からエネルギーや栄養素を補ってあげる必要があります。タンパク質と脂質をしっかりと摂っていれば、糖質や主食をカットしたとしてもお腹が空くこともありませんし、フラフラになったり体調が悪くなることはありません。むしろ体調が良くなるということをすぐに実感できるかと思います。そしてタンパク質は特に動物性タンパク質を意識して摂っていただきたいと著者は言います。動物性タンパク質の供給源として優秀なものは肉、卵、チーズになります。肉、卵、チーズの3つを食べていれば、厚生労働省が定める摂取基準の34種類の栄養素を多く摂ることができます。卵は完全栄養食品と言われるほど、体内で合成できない必須アミノ酸などをバランスよく含んだ優秀な食材です。コレステロールが高いから1日1個までにしようねと言われていた時代もありましたが、今ではたっぷり食べても OK ということが分かっています。さらに鶏肉、豚肉、牛肉などの肉類には糖質がほとんど含まれておりません。ですので糖質制限やケトン体質を目指すには、塩コショウでソテーにしたり、グリルで焼いたり、鍋で野菜と一緒に食べてもらうのがベストな方法になります。また肉にはタンパク質、脂質だけでなく様々な栄養素が含まれておりますから、食事の中で肉を十分に摂ることが重要だと著者は言います。また肉食になってケトン体をもっと増やしたい人は焼き鳥屋もおすすめになります。気楽に立ち寄れる上にリーズナブルなお店が多いですから、思う存分食事を楽しむことができるでしょう。ただし焼き鳥を食べるときはタレではなくて塩でお願いいたします。タレには砂糖がたっぷりと入っていますから、ぜひ塩で注文するようにしましょう。また動物性タンパク質を摂ることに加えて、良質な脂質を摂るということも極めて重要です。脂質は太るというイメージを持っている人もいるかもしれませんが、繰り返しますが、血糖値を上げて肥満ホルモンであるインスリンを分泌させるのは糖質ですから、脂質を食べても太りません。ですのでケトン体アップを助ける良質なオイルのような良質な脂質をしっかりと摂っていただきたいんです。ポイントは良質なオイルを摂るということ。油といっても様々な種類がありますので、摂るべき油と避けるべき油をぜひ覚えておきましょう。積極的に摂りたい油は体内で作られない必須脂肪酸を含むオメガ3に分類される油です。具体的にはアマニ油、エゴマ油、クルミオイル、ヘンプシードオイル、ココナッツオイルなどであります。特にココナッツオイルは中鎖脂肪酸が豊富に含まれていて、普通の植物油の4倍から5倍の速さでエネルギーに変わってくれます。またオリーブオイルも健康に良いので非常におすすめです。こういったものが具体的に摂るべき油になります。また魚に含まれているEPA、DHA などの油も非常に良いですから、魚も良質な油を摂取できる素晴らしい食材になります。逆に避けたい油はリノール酸とトランス脂肪酸になります。リノール酸を多く含んでいるのは大豆油、コーン油、紅花油などがあります。そしてトランス脂肪酸はマーガリンやショートニングなどに含まれております。こういった油はぜひ避けるようにしましょう。たっぷり摂るのは良質な油に限るということを覚えておいてください。それでは次、4つ目の上手な糖質制限のやり方のポイント、アボカドとナッツ類を活用するについて解説していきます。さて、糖質制限において果物は食べても良いのでしょうか。果物には健康に良い栄養素がたっぷりと含まれておりますが、同時に果糖という糖質を多く含んでおります。果糖はブドウ糖のように血糖値を上げませんが、ブドウ糖よりも中性脂肪に変わりやすいという特徴を持っております。つまり
果物を食べすぎると太りやすい体になってしまいます。著者は果物を食べるのは1日2食までとして、1食あたりの摂取許容量を覚えておこうと言います。目安はイチゴ5粒、リンゴは1/4個、キウイは1/2個です。こういった量を食後のデザートに食べる程度ならば問題ありません。そして果物の中で著者が一番おすすめしているのがアボカドになります。糖質量はアボカド半分 80g あたり、なんと 0.7g と他の果物に比べて圧倒的に少なく、クリーミーでお腹がいっぱいになりやすいのが特徴です。実はアボカドは世界一栄養価が高い果物としてギネス認定されるくらい極めて栄養価が高く、まさに栄養満点のスーパーフードと言えるんです。健康的な脂質、カリウム、ビタミン E、食物繊維など様々な素晴らしい栄養を含んでいます。さらにアボカドには良質な脂質がたっぷりと含まれております。ですから糖質制限の強い味方としてアボカドを食べてみてはいかがでしょうか。アボカドは醤油をつけてそのまま食べても美味しいし、サラダに加えたりチーズを振りかけて軽く焼いて食べても美味しいです。様々なメニューに大活躍してくれますので、アボカドをぜひよろしくお願いいたします。そしてアボカドに加えて健康に良いと有名なナッツ類も糖質制限の強い味方となってくれます。特に糖質制限中の間食としておすすめなのがナッツ類であります。良質な脂質とタンパク質、ミネラルを含んでいて、含まれている糖質も少ないです。ナッツ類の中でも特に糖質が少ないのはクルミや松の実、かぼちゃの種などになります。逆にフライのカシューナッツは比較的糖質が多いので食べ過ぎには注意してください。それでは次、5つ目の上手な糖質制限のやり方のポイント、生クリームをふんだんに活用するについて解説していきます。さて、体内のケトン体を増やす食材として著者の一押しは生クリームであります。生クリームというとケーキに使われる甘いものというイメージを持っている人多いかもしれませんが、生クリーム自体は高タンパクで脂質も十分な良質な食材なんです。ケトン体アップのために最も効率的なのは、紙パックに入った市販の生クリームを何も加えずそのまま飲むことであると著者は言います。普通生クリームというとホイップしてから使うことがほとんどだと思いますので、そのまま飲みましょうというと、本当に飲むんですかと思われる人もいるかもしれませんが、案外濃厚で美味しいんです。あるいはコーヒーにたっぷりと入れてウインナーコーヒーにして召し上がっても良いでしょう。コーヒーに牛乳などを加えていた人は牛乳の代わりに生クリームを入れてみてはいかがでしょうか。ちなみに牛乳は意外と糖質が多いですから、生クリームなどに置き換えることができれば素晴らしいと思います。またデザートを食べたい時などは糖質の少ないゼリーにこの生クリームをかけて食べると非常に美味しいのでおすすめであります。もちろん生クリームをホイップにして食べてもいいですが、その際は砂糖を加えないようにぜひ注意してください。それでは2限の内容をこの辺でまとめておきましょう。ポイント1、糖質を制限すればメインのエネルギーは脂質になり、ケトン体が現れ、その結果ダイエット効果、糖尿病や認知症の症状改善や予防効果、血糖値の乱高下防止、炎症を抑えてくれる抗炎症作用、そして老化を抑えてくれる抗老化作用、また体の酸化ダメージを防いでくれる抗酸化作用などが得られる。ケトン体になるには糖質制限を行えば良い。ただし間違った糖質制限には注意が必要である。ポイント2、無敵のケトン体質を実現する上手な糖質制限のやり方は次の5ポイント。ポイント1、糖質制限の3パターンを理解する。ポイント2、主食を別の食材に置き換える。ポイント3、動物性タンパク質と良質な脂質をたっぷり摂取する。ポイント4、アボカドとナッツ類を活用する。ポイント5、生クリームをふんだんに活用する。さて、切り抜き動画いかがでしたでしょうか。続きが気になるよという方は概要欄に続きの本編の動画のリンクを入れておきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。本日はご清聴ありがとうございました。